二代目マスターラインライト版トヨペットマスターラインはトヨタ自動車工業がかつて生産していた商用車である。初代マスターラインライト版初代マスターラインピックアップ1955年12月に販売開始。マスターラインはタクシー用もしくはクラウン RS 型の保険として用意されながらも予想外の短命に終わった4度アセダントヨペットマスターを ライトバンとピックアップトラックに仕立てたものである。ボディ外反やフレームをはじめ、R 型エンジンとコラムシフトの3足 MT のパワートレイン、4輪リーフリジットの足回りなども、対荷重の差は考慮されているが、基本的にはマスターと共通である。乗用車ボディの流用を逆手に取り、低床ピックアップ、マスターの開発費と金型台を焼却する目的で生産がスタートした。 マスターラインであったが、同社と同時期に SG 型トラックの後継である RK20 系、トヨペットライトトラックのキャブにもマスターの金型が使われており、これらの生産終了後、その生産設備と部品は、さらに初代 ST10 系コロナにまで流用されている。郵政省のパネル版タイプの郵便車にマスターラインのライト版によく似た車種があるが、 これは前述した、キャブ周りの外反が共通の RK20、ケースタウトのシングルキャブ、標準ホイールベースがベースとなっており、フレーム強度、タイヤサイズ、リーフスプリングのバネ定数などが異なる。二代目マスターラインピックアップ二代目、マスターラインライト版1959年3月に販売開始、乗用車の雰囲気を盛り込むことで、一定の評価と需要を獲得した。 初代マスターラインではあったが、クラウンが s 二0経営とマイナーチェンジを果たし、アメリカ車思考の一層の豪華さと見栄えの良さを身につけると、マスターラインの欧州車風の簡素に過ぎるスタイルや、急閉な足回りが見劣りするようになる。そこで、初代 RS 型クラウンのフロントダブルウッシュ防音サスペンションの成功で自信をつけていたトヨタは、これらの不満を解消すべく、一点五トン積み以上の トラックを除き、小型車のフロントサスペンションから、車軸喧嘩を一掃することとなる。同時に2代目マスターラインでは、車体の多くやフレームを S20K クラウンと共通化し、居住性と見栄えの向上に注力した。外観は、前半分はほぼ、クラウンと共通で、あと半分は、クラウンとの類似性も持たせつつ、直線上のキャラクターラインが、特徴の独自デザイン。車名は、 マスターの商用車を表すマスターラインのまま、末置かれた。1960年10月に、道路運送車両法改定に伴う小型自動車の規格改定を受け、クラウンと共にマイナーチェンジを実施、ピックアップに2ドアダブルキャブ仕様を、バンに4ドア仕様をそれぞれ追加した。形式が、ピックアップが、RS36 型、ダブルキャブピックアップが、 RS36P 型、2ドア版が RS36V 型、4ドア版が RS36VB 型となり、エンジンが全車1.5リットルの R 型ガソリンエンジンから1.9リットルの3型ガソリンエンジンに変更されただけでなく、クラウンド用にタイヤとホイールも小型化され、さらにホイールの PCD までも変更された。 三代目マスターライン後期型シングルキャブピックアップ、写真はオーストラリア向けクラウンピックアップ1962年9月、販売開始。クラウンの s 4 0系へのモデルチェンジに伴い、マスターラインも三代目となる。先代に引き続き、ライト版、シングルキャブピックアップ、ダプルキャブピックアップのラインナップであったが、ライト版は先代途中で追加された4ドアのみとなり、 二ドアは廃止される。1965年11月のマイナーチェンジでは、従来の R 型系エンジンに加え、直列6気筒の M 型エンジンが初設定される。クラウンのモデルチェンジに伴い1967年9月をもって販売を終了するが、四代目は S50 系クラウンの商用モデルとして統合されることとなり、マスターラインの社名は消滅した。また、 S60K クラウンからは、ピックアップトラックが廃止されている。フロントウィンドシールドは最後まで平面ガラスのままで、あった。1954年5月、社名が紛らわしいと言われたセミキャブオーバー型の RK とヨペットルートトラックと共に、モデル途中で解消され、スタウトとなる。ドア、A ピラー、ボンネット、フロントフェンダーなど。 過失側面の窓がない代わりに、通風用のルーバーがある、パネル版で、バックドアは小ぶりながら頑丈な一枚扉とされ、右ヒンジの横開きとなっている。この仮装方式は、後の主流となる1トンクラスにも採用され、r n 3 0系ハイラックスまで続いた。それ以降は、キャブと別体で、脳型体のアルミ製の2箱を仮装する方式となった。ありがとうございます。